はい、皆さんこんにちは、ピカです。 SD ガンダムバトルアライアンスやっていくよ。はい、ゼータガンダム、ちょっとレベル上げましたよ。ただね、ちょっと残念なところはね、ウェーブライダー突撃、これちょっとなかなかね、イメージと違ってね、当たんないんですよね。ただすり抜けていくだけみたいな。ちょっとここら辺修正入るのかな。ちょっと今お見せしますね。ストーリー進めながらね、ちょっと悪く言ったらちょっとしょぼいんでね、ガリガリガリって削っていくイメージあったんで、削ってるとこ全くなく、当たってるのかどうかも分かんないような状態なんでね、ちょっとなんか当て方悪いのか、それとも難しいのか、コツがあるのか、今までの必殺技ではそういう当て方とか気にしたことなかったけどね。ただ敵の方向向いてポイントさえ当てれば当たってたけど、ちょっと修正必要なんじゃないかなと思うくらいなんでね。まあとりあえずやっていきましょう。まあそのウェーブライダー突撃お見せできないんであれば使ってても意味ないんでね、まあまた百式に戻すかもしれません。はい、そしたらやっていくぜ。いや、大好きな機体だからさ、非常にちょっとな。今度はこれね、トゥルーミッション、どれでいくんじゃ、これでいこっかな。あの鳥の迎撃ポイントは決まったの？クルーズを狙うなら必ずここを通るはずだ。この谷で奴を迎え撃つ。必ず止める。シャア、でも赤い機体じゃない。それにあの頃のアムロレ、君が合わせたというなら残酷だな。だがが、いいですか、ゼータガンダムを信じなさい。みんなが戻ってきてる。ハシマルの進行が早い。これじゃ歴史にまたズレが出ちゃう。全速力で追って、小隊長。2番隊、モビルアーマーの足を止めてください。やってやろうじゃねえか。頼りにしてるよ、筋肉隊隊長。小隊長さんもマッハで追って。ブレイクミッションでも見るだけだったけど、あれか、これがハシマル。無人機にこんな機動性が。あのデッキやつか。友人たちが警告を爆破する仕掛けをしてる。2番隊を中心にその時間を稼いでくれ。ここは任されたぜ。ちょっと待って、あのデッキやつやらんと。行方不明だった鉄火団メンバーは全員健在。あとは今の我々は手を組む必要なく、行くぞ。それから月外へ起動した奥をリアノットのジュリエッタ・ジュリスト。あなた方はあの時の何、そのモビルアーマーといえば私が倒します。小隊長、モビルアーマーに集中攻撃は。ギャラルホールの皆さんもお願いします。共に行く共同作戦というやつ。私はあくまでラスタル様のために。ちょっと待って、攻撃する暇がないぞ。これ見切らんと無理っちゅうやつか。見切らんと無理っちゅうやつやな。さあ、お見せできるかな。いや、非常に残念。百式のね、これまた貯めるのっていうのね、もう話になんねんですよね。これぞ正義の一撃。百式のあのハイパーメガランチャーはね、敵動いてもね、追撃するんですよ、ね、追跡するんですよ。バカは死んでも治らない。団長、モビルアーマーが進路変更。なんだと。余計な砲撃で南東へ移動中です。南東だと。農業プラントがありやがる。
ミカ、今さら迎撃ポイントは変えられねえ。この先が農業プラントね。三日月くんは今向かってる。あ、怖。鳥が見えるよ。ミカ、アキロも行かせる。そこは死守だ。わ、ここ行けない。うわ、どんだけ詰めてくんの、お前。バルバトス、まさか機能不全。何？おい、ミカ。俺は平気。仕方がねえ。俺がおとりになる。ダメ、アキロくん。何？どうしたの？団長さん、不使用、機能停止。何の不明の以外で、これ申し訳ない。何てかようわからん。何が起きてる？詳しくはカット君に確認を。こちらは何とかします。回復する暇もね。粘ってくれ。さくら、ガンダムたちに何が？ガンダムフレームには対モビルアーマー用に出力制限が解放されるシステムがあるんだよ。だけど。その際の情報フィードバックに。うわっ、そっちはダメ。チャドさんのランドマンロディ、注意を引きつけて。痛そう。よし、これなら。団長、チャドさんお手柄です。モビルアーマーの作戦ルートへの誘導に成功。でも想定より足が速い。爆破は間に合わないよ。ふう。ああ、シノのフラウロスを使う。まあ、これはフラウロスってガンダムフレームでしょ。ほぼ死にゲーだな。また電磁投射砲、いわゆるレールガン装備の射撃特化機体だよ。近づかずに攻撃できるってわけ。ガンキャノンの強烈なやつってことね。おまけを分断した後は今ある総力でモビルアーマーを叩く。それであいつをやれるの？ギャラルホルン側にも支援を要請します。わかった。上にあれある。そちらの援護に向かおう。ファリド港に遅れを取るわけにはいきませんね。お乗ればしろ。四代目流星号、行くぜ。うなれギャラクシーキャノン。パッサ、地面ごと崖を撃ち抜いた。すごい威力。ハシマルとクルーマの分断成功。ほう、そしたらあの大物だけなったっちゅうことか。いや、これあの死にゲーはまだいいけど、ジャスト回避しないとほぼボコられる。死にゲーより死にゲーかもしんない。うん、周りに落ちてるのは爆弾。うん、もともとは崖を崩すためになるね。小隊長、爆弾を撃って敵をまとめて吹き飛ばすね。この先の崖崩れを乗り越えたら。あ、これか。いよいよ天使との対決だよ。こっちおびき寄せてか。ただ撃てばいいの。まだなのか。くらえ。まだ爆弾あるか。あるな。ちょ、ポイントできないんだけど。今は耐えるしかねえ。ちょ、ポイントできねえんだけど。爆弾にポイントいかねえんだけど。まあ、いっか。考えない考えない。かわせるか。よし、奥の崩れた崖を乗り越えて。ここも爆弾優先的にポイントするべきだね。で、これで、あっち側行けばいっちゅうとか。まあ、ウェブライダー突撃、完全に相手ピヨってからやるしかない必殺技のような感じですな。10回ほど放って当たったっちゅう感じ、一回だけ。どっから行けばいいんだ。まあ、今度登っていけるんか。
あ、登っていけそうだ。うん、純章さんとジュリエッタさんがハシマルと交戦中。ガンダムフレームに動けない今、私たちでやるしか。お二人もお願いします。姿勢勲章は私の手でラスタル様のもとに。命がけだよ、私もな。小隊長、鉄火団が配置してくれた爆弾があるわ。あれを撃てば爆発に巻き込めるかも。見えるぞ。うまく近くにおびき寄せてから狙ってみて。爆発、あれか。どこまで入れるかだけど。なるほど。この後彼が動く。こっち爆発したらどうなんの。そこだ。だから。爆弾ポイント行ってくれ。そこ。オルガン、俺が出るよ。ミカ、お前は横で見てろ。今度そのリミッターってのに異常があれば。爆弾にポイントいかんの。オルガ、残念ながらいかん。うん、最短で行くって。わかった。それとこれとじゃ話が違う。だいそのためにお前が犠牲になるんじゃ。何言ってるの。ふう、俺の命はもともとオルガにもらったものなんだから。俺の全部オルガのために使わなくちゃいけない。了解。ごめんね、みんなね、ポイントいかねえ。どうもできん。まだあの自然エイムでやった方がいい。生死の通りなら、この後彼が動く。かわせるか。全部はオルガのために使わなくちゃいけないんだ。ミカ、お前、体勢を回復する。まだやれるぞ。そこだ。アテ、これはどうだ。バルバトスだ。あれはお前の女なんだ。余計な鎖は外してやるから、見せてみろよ、お前の力。どうしてガンダムフレームが。まさか荒屋敷のリミッターを緩めたの。機体のシステムとの損傷を避けるため。見えるぞ。それしかないんだよ。だからこそのあの動きなのね。残念ながらゼータはもう、彼の体はなんて力。おそらく使わん。修正入らない限り使わない。リミッターを無視して戦い続けたらどうなる。非常に残念じゃ。エレモンテンでの戦い覚えてる。フレイズアイ爆弾にな。これいかねえんだよな。あの戦いの影響で三日月くんは右目と右腕の機能を失った。まだ倒れないのか。モビルアーマーどうなってやがる。豊かさを求めた人間が生み出した殺戮兵器。やっぱり普通じゃない。まずいよ、バルバトスの稼働時間も長すぎる。ミカ！大丈夫、バルバトス。使ってやるからもっとよこせ。こんなもんかよ、お前の力は。荒屋敷側のリミッターを完全に外した。じゃ、三日月くんは。非常に残念、これ非常に残念。力めっちゃ抜ける。これはもう二度と使わない。このゲーム嫌いになっちまう。
俺このゲーム嫌いになりたくない。こんなところで。うわ終わった。大好きでありたい。切なる願い。申し訳ない、みんな百式でやるね今度ね、うん、これ必殺技当てれなかったら勝てない勝てない、ごめん。よし勝った勝った。なんだこの勝ち方、もう二度と使わねえゼータ、ごめん申し訳ない。ミカ、ミカ、ミカ、ミカテキ君意識を失ってるみたい。これが薬剤性を終わらせた力。彼は大丈夫だよ。命に別状はないよ。命には。だけどサブウェポンもめっちゃかっこいいんだけどね。肝心なウェブライダー突撃がもうめちゃめちゃ今の実況でも4回弾いてる。2つのディレクトリにまたがったブレイク現象、とうとう修正できたね。小隊長さん、ユノ姉さん、お疲れ様。私たちよりもバルバトスの方が心配よ。モビルアーマー相手にあんな戦い方。意識不明になった三日月君、本当に大丈夫なの？エドモントンでは右目と右腕って。うん、さっきも言ったけど命に別状はないよ。命にはね。彼は何を失い何を得るの？私たちは見ていることしかできないなんて。これがガンダムの歴史だよ、ユノ姉さん。私たちができることは。さくら、次のディレクトリ、ユノ、悲しむな、悲しむな。そうだった。今回の正常化で次のディレクトリへの抜け道が特定できるかな。ちょっと調査してみるね。さくら気をつけてよ。ハーメス・マーキュリーがまた何かしてくるかも。大丈夫だって、ユノ姉さん。ここに直接やってくるわけじゃないし。もう来て帰った後なんだけどね。お待たせ、ユノ姉さん。次のディレクトリへのルートを見つけたよ。今回はちゃんとファイアウォールが貼られてるね。また私がプログラム組む必要ありそう？防壁破りプログラム、 G デモリッション用の新コード、今回は私がご用意させていただきました。いつまでもクラッカーユノに頼りっぱなしじゃ私の保険に関わるからね。さくら苦しゅうない。さくら、何時全ての希望を捨てよ。ほれほれひれ、ほれほれ。苦しゅうない。エラー、ウイルスプログラム検出エラー。な、何？ハル君のメインメモリ内で発生してる？あ、まさかこれってトロイの木馬？特定の条件下で起動する潜伏型の偽装プログラム。ハロに接触したのは私とサクラ、そしてもう一人いる。やっぱりまたガベージスペース。不正なアクセスがあったかと思えば
もうここまで来るとはな。自分自身をおびき寄せるためにハロにトロイの木馬を仕込んだの？そこまでしてこのタイミングを狙ったってことは。どうかしたかね、リトルユノ。私たちはブレイク修正のために進むけど、それを邪魔する気なの？こちらのデータも集まってきたのでね。名残惜しいのだが、今回の機体テストを最後にそろそろご退場願いたい。それは管理システムの指示なの？私にはそれを答える権限は与えられていない。様々な歴史のデータ、そして最後の機体テスト、超よりも影響力のあるもの。そうか、そういうことなのね。小隊長、出撃をお願い。モビルアーマーってどうしてわかるの？ほう、その先行型プログラムに閉じこもられては厄介だと思ったが、話が早くて助かるな、リトルガール。あなたにも話してもらわなきゃいけないから、余計な手間を省こうと思ってね、ジェントルクリムゾンメガネ。あー、またボス戦か。はい、それではね、申し訳ないね、今回はここまでにしときます。まあ次から100式でまたちょっと行きたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。ニューガンダム早出てきてくれ。またね。